皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。今日はシールド側で幻のポケモンゲットチャレンジでゲットしたゲノセクトを受け取って遊びに行きたいと思います。多分なんですけど、シールド側で受け取った個体とは個体値とかいろいろ違うと思うので、どれぐらい違いがあるのかというのも確認していきたいと思います。ということで、まずは不思議な贈り物から受け取ろうと思います。もう来たー、幻のポケモンゲノセクトです。シリアルコード自体は幻のポケモンゲットチャレンジ1ポイントでゲットできるので、すごくねゲットしやすいポケモンですよね。ポケットモンスターブラック2ホワイト2で初登場した幻のポケモンです。では確認してみましょう。発見、すごい位置にいましたね。これで変えます。はい、 3V でした。シールドの個体ともやっぱり個体値は違いますね。性格も違う感じがする。今回受け取ったソード側は HP 最高、攻撃最高、防御かなりいい、特攻まあまあ、特防最高、素早さ素晴らしいでした。特性のダウンロードはみんな一緒になってるはずです。というかこれは一緒、はい、一種類だけとかじゃなかったかな。相手の防御と特防を比べて低い方の能力に合わせて自分の攻撃か特攻を上げます。持ち技も変わらずですね。あ、寂しがりな性格でちょっと見えっぱりらしいで、クラシックリボン持ち、このリボンも幻のポケモンゲットチャレンジでゲットしたポケモンはみんな持ってるっていう感じになります。遊びに行った後にシールド側と比べてみようかなと思ったんですけど、ちょっと受け取りだけして比べに行きましょう。ラテラルタウン掘り出し物のおじさんからゲノセクト用のアイテムをもらえるので、そちらに行きます。何やら不思議な道具を掘り出しちまったんだが、使い道がさっぱりわからなくてな、もらってくれねえか。はい、アクアカセット。ゲノセクトに持たせるとテクノバスターという技が水タイプになるカセットです。稲妻カセット。テクノバスターという技が電気タイプになるカセットです。ブレイズカセット。テクノバスターという技が炎タイプになるカセットです。フリーズバスター、これはテクノバスターという技が氷タイプになるカセットです。こんな感じで受け取るともらえるものがあるので、まだもらってないなって方はもらいましょう。多分ね、一番下にあるはず。ちょっと見に行きますね。この辺、ラティオス、ラティアスからもらえるやつね。あー、やらかしてる。アクア、イナズマ、ブレイズ、フリーズ。この4種類でゲノセクトの持ち技がタイプが変わるっていう感じです。持ち技テクノバスターはゲノセクトの技のイメージなんですけど、カセットによってはタイプが変わるものになります。命中威力は、命中100、威力が120の特殊タイプの技になってます。はい、それではシールド側のゲノセクトを見てみようと思います。レベルは、配布時レベル60なんですけど、シールド側ちょっと遊んじゃったのでレベルがね上がってるんですけど、個体値とかはね変えてないはずなので確認しましょう。シールド側に変えてきました。それでは確認していこうと思います。シールド側のゲノセクトは HP 最高、攻撃最高、防御すごくいい、特攻まあまあ、特防まあまあ、素早さ最高のダウンロードでした。見てわかる通り性格がね真面目な性格の子だったので、こちらに関しては、特に何の変動もない性格をしております。だいぶ違いますね。
比べてみるとこんな感じです。はい、で今のインターネット通信にもなってるんですけど、こんな感じで私もいます。あ、なんか突き刺さってるけどでは遊びに行ってみようと思います。どっかいいところがあるかな。こう飛んでる姿もね結構可愛いんですよね。ほら早い。で今カセット何もつけてない状態だとゲノゼクトの頭の上黄色い四角いのあると思うんですが、これがノーマルな状態です。ちょっと入れ替えてみます。シールドの時もちょっとだけ入れ替えして遊んだりはしたんですけど、アクアカセットこれを持たせると姿が変わります。正確に言うと上にあるカセットの色が変わるって感じです。こんな感じ、水色に変わりますね。テクノバスター技もついてるついてないとかでだいぶ違うなと思うので、そのあたりも今回やっていこうかなと思います。持ち物を一度バッグへ戻します。ではノーマルな感じで行ってみましょう。カセットをつけない、カセットを持たせていない状態のテクノバスターは通常ノーマル技になってますので、打った時が色味がねこんな感じです。ゲノセクトカラーで打ち込んでくれるっていう感じですね。じゃあもう一回やって倒します。個人的にはノーマルが一番ゲノセクトっぽいかなと思います。では次、この辺にいるポケモンのタイプに合わせてやってもいいかなと思うんですけど、先ほどくっつけたアクアカセットこれを持たせて行ってみようと思います。ポケモンの巣の中に行ってしまうと攻撃色っていうのがねあんまりわからない感じになっちゃうので、野生のポケモンで今回はやろうと思います。ダウンロードね、攻撃が上がります。これはぶつかる野生のポケモンによって違うところが上がるので、その都度違うね。はい、これがアクアカセットのカラー。いや色もだいぶ違うけど、いろんなタイプ技に変わるのは個人的にはありがたいかなと思います。次は稲妻、最初のイエローよりも若干薄めの黄色に変わってます。それでは、あ、雪の、わかんない、凍るかな、ちょっと不安だけど板からぶつかってしまいました大丈夫かな。ダウンロード上がるところは攻撃、あ、特攻ではない、しかもあられ降ってきてる、せっかく晴れだったのに。テックノバスター今一つなんでね、他のやつもあるからなと思うんですけどね、凍らなければいけるはず。一発今一つでもここまでいけますね。まあ吹雪、凍った、ひどい、一番恐れていたことをしていく、逃げる、もうこれはやらかした。回復させてきました。もう一回打ってみよう。カセットは変えてないです。同じく先ほどと同じになってるんで、このまま打ってやってみようと思います。色味的には黄色だね。黒
もちょっと入ってるんだ。さっき見ればよかった。じゃあ残りの一つのカセットやってみましょう。最後はブレイズカセット。はい、行ってみたいと思います。なんかいるかな。さっきの雪の王みたいにならないやつ、いましたね。バイウルー、大丈夫だと思うんだけどな。カセットの色は赤色です。まあ、炎タイプの技のタイプに変わるので色味はそのままですね。炎色で、そして火炎みたいな感じイメージですけど、まあ、こんな感じでした。で最後はフリーズカセットが残ってるのでそれを使っていきたいと思います。フリーズカセット、氷タイプになるカセットです。雪原で氷タイプを使うの結構怖いんだけど、色は白ですね。見た目先ほど道具のところにあった時はなんかあの水色ちょっと濃い感じだったんですけど、つけると白になりました。カビゴン大丈夫かな。いや結構不安なので、ダメだったら逃げましょう。雪の王と同じ感じに倒れちゃうのはちょっとやだよね。はい、最後氷の結晶、あ、違う、雪の結晶か。やば、腹太鼓してる。これはまずいと思う。削れる、な、削れる、削れ、削れないような気がする。わー、これ倒れるね。ギガインパクトだよ。どうして飛んできた。ひどい。あ、やらかしてる。逃げましょう。ゲノセクトごめん、やっちまったバイブレートがこっち来ればいたのに。いやー、カビゴンいたからカビゴンにしてしまったのは私のミスですね。これ完全にミスってる。ちょっと回復してあげないとかわいそうなんで回復いきましょう。今回ゲノセクトがゲットできる幻のポケモンゲットチャレンジ自体はキャンペーンが2021年の4月30日末日までになってます。でシリアルコードの入力期限はその1ヶ月後の5月31日夜の23時59分までになってるんですけど、シリアルコードの受け取りがサイトにできる期限が4月の30日末になってるので、それまでにシリアルコードを受け取っておく必要があります。特別サイト自体がそこまでしかね使用できないんですよね。なのでまあ、できるだけね早めに受け取るのがいいんじゃないかなと思います。ゲノセクト自体は1ポイントで受け取れるポケモンになりますし、あの何よりですね対象商品があのなくなっちゃう可能性もあると思うので、そのあたりはね公式のホームページを見てこれだったら残ってるんじゃないかっていうのをね近く期限近くになったら多分探しに行くっていうのをしないといけなくなっちゃうと思うので、できるだけ早めにねゲットしておくのがいいんじゃないかなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!